ありがとうございます。本当にたった10人しか選ばれなかった皆さん、返すのが一つかなって思いました。どうだった、はい、こうやって打つの、はい、でもクロス打ったとしても、こうやって打つの、振って当たったから離れてもまだ入れてますぐらいの気持ちで丁寧にやってみてください。はい、ありがとうございます。でも全然ミスなくてよかったです。でも打点落とした時の前のつなぎもうまいし、力込めて後ろにも返せるから、前半戦は後ろにボーンって返しておきながら、最後になってそこまで体力使わないで家の前に落とすっていう、でも、あ、今の読めたと思ったらクロスに打ってさ、早いタイミングで打てばいいし、ラウンドはすごくいいし、前も一生懸命取れるから、はい、また意識してみてください。はい、ありがとうございました。どうだった、1試合目よりは良かったんじゃない、あんまり納得いかない。今ぐらいちゃんとストレートスマッシュだったり、前もプッシュ抜けたりとか、で私何回もプッシュって言ったんだけど、自分がいいスマッシュ打てるから、後ろの入り方とかもいいし、スマッシュ打ったら前に捕まえて、あー無理だったって部屋とかするようにもっと意識してやってみたらいいと思います。もう少しいないとこいないとこって打つのは欲しいんじゃなくて、相手は今これを打ったらどこを張る確率が高いかなとか、逃げるときには自分はどこまでどこだったら返せるかな、後ろまでっていうのをもう少し意識すると、取れない球ないと思うのよ。その返球とかのロビングめちゃくちゃ重い。だからまた頑張ってみて。はい、ありがとうございます。講習会なのか
どっかで会った時には成長したみんなの姿を見たいなというふうに思います。まあ、何事もねバドミントンだけではないと思うんですけど、一日で上手くなる、一日で強くなるっていうことは絶対ありません。